赤丸チャンネル。こんにちは。こんにちは。パワープロ。パワープロ。罰ゲーム。罰ゲームはしない。分かんない。負けたらね、ピッチャーだから。はい、そうです、ね。危ないよ。もう俺配球言わないからで。もう教えてくれないんですか。うん。さっきね完璧に打ち取りましたけどね。いい感じで来てるんでね。はい。そうなんですよ。結構今ね第2セクションまでいい感じで来てるんで。じゃ行きましょう。はい。1回戦で負けたらいかないからね。確かに。1万1000点で超えます。うん、さあセクション3。はい。ちょっと一回デートしてみますか、うん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 、あれ体力上がってない。本当だね。え？サボり癖？サボり癖。なんで？これバレンタインもらって治るんじゃん。あ、確かに治んないかな、サボり癖。え、チョコは？もらえなかったチョコ。あ、間に合った、うん、グレードアップしてる。さあ治んない。通じないの？あ、クロスだよ、クロス。いやでもクロスもこれいかないといけないですね。サボり癖の意識しようかな。サボり癖と飲みの心臓すごいね。やばいですね。逆にすごいよね、飲みの心臓なのにサボれるっていう強心臓。確かに確かに、サボって怒られるかなとかいう、そういう、ね、サボり癖のやつはね、飲みの心臓じゃないんだよね。結構強心臓ですよね。飲みの心臓の人ってすごい気になるからめっちゃ真面目なんだよね。はい、そうですよね。よし、クロス練習、まあ、70% だけど、金額3と、あ、ここ行っとこうかな。うん、クロスついてるけど、これはいけないよ。あ、バー使えばいいか。んバー使っちゃいました。1回、うん、バーだね、バーだ。ここで1回デートもいいですけど、うんうん、クロスがついてるし、うん、いけ。お、あ、20% いっちゃう。んいや、 20% いっちゃう。これはもうデートしよう、はい、山さんあれですよ、20で行くって言ってましたけどね。行きます。そんな重要？これは、これをしなきゃいけないほど重要ですか？あと2と、でもあと1ターンなんだよな、野球フェーズ。そうなの？じゃあもう行っちゃいなよ。いや、怪我するかな。あー迷う、これどうしよう。いっ、どうしよう。20行っちゃいなよ。行きます。行け。よっしゃ。怪我しなかった。よっしゃ。行っちゃった？行っちゃった。よしよしよし。いけたね。いけました。うん。入れ替わった。さあ、じゃあ次のアイドルバトルに勝つために、うん、あ、でももう A ですね。うん。もうこれで一人、最後は緑だから、紫から、うん、一人赤。赤にすればいいですね。うん、こういうよう。赤。ビジュアル系では絶対ないけど。今あれですから入れ替わってますから。入れ替わってた、はい、うん、女の子ですから、うん、これ4になったんです。それでも、うん、まあ49ならいいですね。全然いい全然いい。レッスン、あ、この2人あげちゃまずい。大田くんあげないとまずいですね、うん、あ、これがいいんじゃない。これでいいですね、うんうんうん、あ、もうこれでアイドルバトルはもう完璧じゃないですか、うん、そうだね、そうだね。これは優勝でしょ。これ 100% 優勝します、はい、はい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 、トーンと、はい、優勝、はい、優勝狙い通り。これはもう作戦勝ちよ、そうですね、前回捨ててるからね、はい、そうですよ、1個も捨ててるんですから。お、動画が MVP。 よっしゃ、いかにくんいっちゃいますか、うん、切るよ。よし、あ、90だ。90デート、デート、デート、デートしよう、デートしよう、デートしましょう、うんうん、サボり、サボらないね。やばいじゃない、はい、飲みの心臓やからサボれないんじゃない。そこ影響してます。影響してると思う俺は、はい、
飲みの心臓のやつで俺サボり癖、はい、今まで生きてきた野球部とかの中で見たことないよ、ね、ね、大体サボり癖のある人って肝座ってるよ、はい、ああでもこうまだ体力あんま上がりませんでした、デートしても、うん、じゃあもう一回デートすれば行っちゃいます。どうせ誤解しなきゃいけないんだから。そうですね、誤解したいから、うん、じゃあ、うん、もっと二人でいたい、もっと どっちも正解よ。そうですよね、こっちにしとこ、うん、え、彼女が亡くなったって。おお、そんなことあんの？え、嘘。え、そう、ちょっとそんなことあんの？あります。いや俺はね、はい、どっちも正解よって言っただけで、どっちか選べとは言ってない、はい、そうですけど。嘘、そんなことある？まだ甘かったな。うん、これあれだな。もういいです、野球に専念するんで、もう彼女とかもデートとかいらないんで、よし。彼女じゃなくなるって。はぁ、もうクロス練習行きます。やるしかないよ。もう女に脇目も振らず、うん、行くしかない。お、100% 来た。お、いいね、スーパークロス。イエス。17% か、いけ。17% だよ。そんな何回もいい方向いかないのよ。いや、やっぱ休む勇気って必要よ。いる、積極的休養よ、ね、うん、はあ、じゃあアイドル頑張ります、うん。それで、いいね、いいですよね、ソロで、はい、54になるんです、うん、そして、高台以外の、あー、でもこれ上がりすぎるな、うん、あ、これがいいんだよ、この子ですね、うん、さあ、さあ、これも優勝、優勝、ほら、余裕です。うん、これ狙って取るからね。はい、さあ、最後揃えます、うん、アーサー、アーサ単独で、アーサ単独でいない。でもやっぱもうここしかないですかね、うん、まあでも3回優勝しましたもんね、うん、十分よ、うん、3回優勝してる、うん、よし、あー 70% か、まあまあ行きましょう。あ、来た、サボり癖、ほら、それはもうだって仕方ない、通院してないからね。あ、練習がしょぼい。あ、またサボった。だからほら、通院しとけばって言ったのに。もう何、グリーンサボりがち。いや、だから通院だって体力あるのに。ああ、体力マックスですよ。いや、ね、ここはもう練習でしょ。ここは練習です、もう 100% よし。ああ、サボるなよ、よしよし。もう彼女がいなくなってるから、多分やる気が失せてんだよね。そうですね。ああ、もうちょっとこれ1万点いくか心配になってきましたよ、うん、大丈夫よ、罰ゲームするだけだから。はい、グニ君、君は先発か、リリーフです。どうせ勝つでしょ。勝ちます、だって出られないのに。よしよし、あ、もう楽勝楽勝ではない、ね、ないないっす。はい、勝利。お、よし、お、スーパークロス、サボるなよ。スーパークロスサボったらもうギャグだよね。ほんとそうです、うん、お、お、光ってるよ。よーし、おー、おい、あ、これ上げとかないと。でもここすごいのに技術が全くつかないです。いいね、よーし、まず技術を狙っていかないと。そうだね。はあ、東東。さあ、0対0で。おー、西がいった。おー、同点。おーっとっとっと。おー、ちょっと待って、やばい、これ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 やばい。これはひどい。え、何がいけなかったの？ん？え？これはひどい。なんで？
1位とかも全然ですよ。だってプロいけんやろ、だって試合投げてないよ。6位一応いけんの、その控えなのに。そうですね、はい、終わった。あと5ターン残して終わりました。9104、2000点届かなかったですね、はい、ちょうどだいぶ届いてないですね、うん、はい、育成完了。S1 ベースだからすごいじゃん。もう今の私からしたらもう全然実力を発揮できませんでしたよまず私リードしてないですからなんてですか。それでは高間さん、はい、1万1100点に届かなかったんで、はい、罰ゲームです。はい、あのできないのやめてくださいね、本当に。いや、それは分かんないです。できますよね。それは知らないです。発表します。はい、でーじゃん。最近よくやられてるモノマネ。はい、あーなるほどなるほど。え、じゃあホームとかじゃダメね。一緒のやつじゃダメだよ、あれと。何モノマネですか？野球モノマネ。野球じゃなくてもいい。だからあの声とか顔とか、そっち系ね。あのホームとかじゃダメよ。いや、もう声モノマネは谷保さんしかできないってずっと言ってるんですよ。だからあの誰って言わないでやってください。で、当てますから。絶対当たっちゃいますよ。うん、いいっすいいっす。当たったら終わりですか。当たんなかったらもう一回する。はい、真剣に考えますから、みんなで、はい、いきます。はい、佐藤崎くん、あそぼ。はい難易度高いなえ、わかりますよね。わかりました。わかった人ほら、高さ以外全員わかってる。ちょっと待って、考えるわ。本気でわかんないですか？うん。あそぼって、あ、あれかな、顔なし。え、顔なしじゃないの？ちょっと待って、あの千と千尋の、あの本気でわかんないですかちょっと待って。え、あ、違うセリフ。え、じゃあ、違うセリフ。ぼーえ、もう分かったんですか？待って、あの、これ、分かんないふりしてるとかじゃなくて本当に分かんないんですか？え、ぼーって言うの？ぼーって。はい、え、じゃあもうこれ最大のヒントです。あ、OKOKOK。 しん、じょん、あそぼん？しんちゃん遊ぼって言ったね、今。はい、あ、クレヨンしんちゃん、野田から出てくる。はい、身長。あ、あの花火をってなってる人。そう名前知らないんだ。知らない。だって俺見たことないからあんまり。ないんですか？うん、こう、某。そう、某ちゃん。某ちゃん。某ちゃん。正解。わかりましたよね。みんなすごいですね。もうみんな皆さん一瞬でしたよ。俺顔なしかと思って最初。あ、まあまあちょっとこういう感じですね、はい、顔なしもそんな感じじゃない？喋らないっけ？あれ喋らないですよね、顔なしは。あ、なんや。でも意外とクオリティ高かったですよね。すごい、だって全員分かってたもんね。俺だけだもんね。俺真剣に考えても分からなかったもん。よかった、じゃあ罰ゲーム成功ですね。成功ですね。はい、よかった。はい、ということでまた、はい、精進してください